リドルジョーカー。今後も練習あるのみだな。これでちゃんと力を使うことができれば、もうスプリンクラーなんて呼ばせないぞ。希望が見えた。これからも鍛錬を続けて制御してみせるぞ。いや、気を抜くのは良くないな。しっかりしないと。うっ、そうですね。素直に喜びを表に出していいと思いますよ。それは、いや、しかし。ちゃんと喜びをあらわにしておいた方が明日から頑張れるんじゃない？そういうものか。いや、そういうものかもしれないな。三人がいてくれたから見えた希望だ。それなら今日はそのアドバイスに従わせてもらおうかな。協力のおかげだ。本当にありがとう。いえ、そんな、私は役に立ててませんから。あれは話の流れでふと思ったことさ。三笠さんがいなかったらきっと気づけなかったよ。やはりみんながいてくれたからということだ。感謝してもしきれない。このお礼はいつか必ず。私のことも気にしないでいいよ。今回の結果は研究に役立ちそうだから。私も必要ありません。友達の力になれたのなら、それだけで幸せです。